突然ですが、2024年4月14日、アルトオフ会上田が開催されました。ワクワクをありがとう。参加車両約85台、1台15分でも24台しかインタビューできないカメラを止めなければいいんじゃないかと回していたんですが、スマホがあちあちにバッテリーも切れた。エアコンで冷やしながら愛車紹介あると思います。3代目愛車ご紹介、トミさんです。 J スタイル憧れの自作パーツ、いろいろご紹介。これ J スタイルトミさん初インタビューとなります。フロントスポイラーは LCK619 タイプ02付けられていました。IPF のフォグランプの話です。種類が違うんですか。その前にフォグランプカバーはキャンディー塗装、自家塗装されていました。 MR90G という品番と 101FLG という品番があります。丸いのとまたちゃうん、見え方がちゃうんだね。こっちの方が先が読むんだね。丸になってないかな。はいはいはい、フラットになってる方だったんですよ。やっちまったな。しまった。年末にさせていただいたそして真似をさせていただいたつもりだったんですけど、ちゃんと聞けばよかった。あ、ちょっと加工されてるんですか。ビス止めた時にフォーク行き調整必要みたいですね。しまったと思いました。こちらの方が青みがかかってきれい。そしてホイール、そしてこちらのホイールは TE37 ですね。ホワイト1号の 6J の40のサイズ、なんか入れてはるんか間スペーサー。ボルクレーシング TE37 クラベル2ダッシュ2という商品ですね。あ、これかっこいいですね。そして LCK619 サイドデュフューザーですね。手入りは調整できる取り付け、そしてボルトを2本で裏から固定されているそうですよ。あ、これはそして LCK619 サイリアディフューザータイプ01ですね。私と同じやつ、5枚刃ですね。これ音はイメージです。マフラーのマフラー買ったの。マフラーはトラストのパワーエクストリーム R マフラーという商品ですね。そして出口にはマフラーカッターで延長されていました。リアディフューザーの分中にちょっと入るので延長されたそうですよ。 LCK619 のイダテンですね。そしてこちら多分ですがガレージベリーだと思うんですけど、リアゲートスポイラー、そしてモンスタースポーツウィンドウエアロバイザー、これ購入考えましたね。中を見せていただきました。おー、シートカバー、これあれですか、あそこのやつかな。前が出てきませんでした。多分これクラッチをダイヤ切るとダブルステッチというシートカバーだと思います。そしてステアリングもモモフルスピード 348D ホワイトトップだと思います。写真で動画で判断しました。これアルミ板3枚で自作のリモコンのブラケットを作られています。カバーの部分も自作されてモフモフシート貼られていますね。この形成するこの技術はすごいなって思いました。私も憧れます、こういうの。ちょうどいい収まりですね。これすごいです。これもやね、大技ではありません。大技です。本当に2連メーターのこのフードも自作、すごい。こういうパーツ作れるってすごいと思います。ガレージベリーのこれナビバイザーですね。こちらは、シートを貼られているみたいですね。モフモフシートっていうんですかね。これ私はね、紙粘土で作ってワクワクワクするライシングしました。まな板も貼りました。このメーターの部分もこれパネル自作でモフモフシート。あ、すげえ。ハザードまで、これもすごいですよね。細かいハザード自家塗装されていました。あとはなんかやってるの。あとは内装部分ですね。細かい部分。あ、これもこの灰皿もですね、自家塗装。おちゃんすごい。このマイクもですよ。この天井についてるマイクのカバーまでキラキラ。そして見つけました、この
ミラーの裏もミラーはこれ純正塗装されていました。すごい。あとはあそうですね、このエアコンパネル、ここはこれなんでやらないんですか。ドアパネルは塗られてませんでしたね。何日か、あこれ TRD でしたね。リアの方もドアの方は塗られてなかったみたいですね。あスプレーガン裏模様と車用お持ちなんですね。ということでエンジンルーム見せていただきます。あんまり走るのはですね、その前にこれ欲しいです。これ作れないですね私。これアルミ板とかで作ってるそうですよ。あれ乗ってないじゃないですか。オートクラフトのエアインテークダクトとかオートクラフトのエアインテークパイプ、ああ乗ってますね。これ H ケースのブローフですかね。キラキラした。あと細かい部分、こんなんじゃないですか。これですね、これアシオンさんで売ってるやつですね。これラメ塗装、そしてこのブレーキフルードカバーもですね、そしてオイルキャップまで塗装されていました。これもエンジン ECU 系ですね。ECU 書きはこれはオーディオ用になんか電源みたいですね。で ECU の方はこれオートクラフトのこれ多分ハイオーク仕様なのかなと思います。 G モンスターってやつですかね。そしてこれオートクラフトの G モンスターのインタークーラーキットとカバーですね。キャッチってここ、あ、これがブローバイか。これがこれインテークのパイプもですかね。そしてこれオイルキャッチタンクはクスコ製付けられていました。自分も綺麗にまとまっています。素晴らしい、ちょうどいい重ねる糸になります。ワクワクワクスブラッシング、ちょっと早かったワクワクワクスレッシング。最後までご視聴ありがとうございました。ジェスタイル並んでいるところの写真、黒崎さんにいただきました。最後までご視聴ありがとうございました。本当にいろいろ見せていただいて、実際に見せていただいて DIY 勉強になりました。真似をできることと、いやできてもそれ無理ちゃうかなっていうのいっぱいありますね私。メーターフードのカバーとかそういうパーツ作れたらなって思うんですけど、私にはまだまだ無理です。よければチャンネル登録よろしく。